皆さんこんにちは、こんばんは、しじょうみさこです。こちらの YouTube チャンネルみさこスタイルとして再始動しまーす。ということで、このチャンネルは私みさこの個人チャンネルとして今後運営していきたいと思っています。チャンネルの内容なんですが、いろいろ考えたんですけど、もうやりたいことを発信していくことにします。むちゃくちゃ考えました。私ってやりたいことがたくさんあるし、逆に言えば何ができるかもよくわからないんですけど、私が今までやってきたこととか、あとは知ってることとか、そういったことをこう共有できたらいいなとか、面白いことを共有できたらいいなっていうチャンネルとしてやっていきたいなと思っています。なんでもちろん旅行も好きだし、食べるのも好きだし、音楽好きだし、たくさんの人と自分の好きを共有できたらなと思っています。伝わるかな。今チャンネル登録をしてくださってる方が何が見たいんだろうとか、どこがいいんだろうとかっていうのをすごく考えすぎました。なので全然正直動けなかったです。もちろん言い訳なんですけど、でも今の等身大の私っていうものを発信していきたいなという結論に至りました。なんで面白おかしく、時には作業用 BGM として楽しんでいただければなと思います。いや、ここまで来るのにむちゃくちゃかかりました。普段私はいろんなお仕事をさせていただいていて、でここ数年は一番多いのはやっぱり映像制作の仕事が多いです。なのでこう映像制作を仕事にしながらこっちの YouTube の映像も作るってなった時に、なんかね、うまくオンオフができなかったんですよね。この YouTube を仕事としてするのか、それとも本当に楽しくやっていくのかっていうのでも少し悩んでしまいました。好きなことは楽しくやっていかないと自分の視野が狭くなっちゃうなと思ったので、もう好きにやらせていただこうと思います。まあこんな状態なので、あまり外で撮影っていうのもなかなかできないんですけど、でもまあまあ一人でね、ちょっとそこら辺フラッとするぐらいだったらいいかなとか思ったりしてはいます。このチャンネルの更新頻度は週1から2ぐらいを考えています。っていうのもやはりちょっと仕事をしながら楽しく長く続けたいなという思いがあるので、楽しませてください。今日は2021年の7月9日です。なので今日からみさこスタイル、通称みさスタ、皆さんよろしくお願いします。早速動画更新していきたいんですけれども、実はこのコロナ禍になってしまう前に海外に2回行っておりました。2020年の1月頭にですね、上海に行っております。なんでそちらの動画の更新をスタートしたいと思います。そして、2月にはですね、タイに行っております。なんでそちらの動画もアップしていくので、ぜひ楽しみにしていてください。とその他はもう本当に私が好きなことをひたすら喋ったりとか、ちょっと気になることをやってみたりとか、そういう風にしていきたいと思っています。その他もしこれやってほしいよっていうのとかありましたら、ぜひコメント欄にたくさんください。コメント欄も実は今までもずっと見てはいるんですけれども、そういう返信が本当にね、本当に苦手なの。なんかツイッターのリプとかも返すの本当に苦手なの。なんて返したらいいかが分からなくて、意外にそういうところが不吉祥というか、悪く言うと面倒くさがりなんですけど、でも本当にたくさんの人たちといろんなことを共有したいっ
ていうのがすごく明確な目標としてあるので、このチャンネルでここ好きなところあるなとか、あとはこれだったら、まあ、ミサちゃんだったらミサちゃんだってミサちゃんだったらこういうのやってほしいなみたいなのとかがあったら、そちらもコメントに書いていただければちょっとやってみたいなと思います。意外にね、まあみんなそうかもしれないんだけど、自分が思ってるイメージと外から思うイメージ違うらしいんだよね。いや、それがね、ようやくなんか認識できたというか、なのでぜひお願いしたいと思います。あー、本当に自分のために生きるとか自分を大事にするっていうのがどうもうまくできなかったんですが、なんかね、本当にいろんなことがありまして、自分の代わりは多分いないし、自分がやりたいって思ってることをとにかくやっていかないと、ああ時間ってあっという間だなって思う、気づいたらなんかあれ人生終わるじゃんみたいなことにもなりかねないなと思ったので、自分が一番楽しくできたらなと思っています。伝わりましたか？ということで、本日からミサコスタイル、通称ミサスタ、何卒よろしくお願いします。チャンネル登録されていないという方はぜひこちらチャンネル登録、あとは低評価高評価、こちらもう好きにしていただいて大丈夫です。何かしてほしいこと、動画の感想などはぜひコメントをよろしくお願いします。ということで、これからもよろしくお願いします。みさこでした。バイバイ。